クマザサは稲サ属サの植物の一種。ただし、産地に生育する大型のササ類一般を刺す場合も多い。日本特産のササ。九州、中国地方、京都府の一部の産地に生える。歯に白いクマドリがあることが名前の由来で漢字でクマザサと書かれる。標準和名をクマザサと呼ぶ植物は、高さが1から2メートルになる大型のササで、葉は、 長さが2 0トルを超え、幅は4から5センチメートル。特徴になっている葉の白いクマドリは若葉にはなく、葉が一等するときに円が枯れて、クマドリになる。非常に変異が多く、原名亜種は京都に産するものである。多くの変種が北日本の日本海側を中心に分布する。変種として大雑差ササビッチーバリエーション、グランデフォーリアや中国雑差。 ササビッチーバリエーション、ヒルスタがある。中国ザサは、クマザサや俗称としてのクマザサのような、整ったクマドリにはならない。種としては、蒸気のものがクマザサであるが、それ以外にも、金止の種が多く、分類は混乱している面もある。日本のブナ林ヤシでは臨床に、大型のササ類が密生することが多く、これらもまとめて、クマザサと言われることもある。 千島笹笹黒レンシス、鈴竹笹モーファボレアリス、熊笹、笹セノネンシス、千牧笹笹パルマタ、宮古笹笹ニッポーニカなどの熊笹と同じ笹属笹の笹が往々にして、熊笹扱いされる。一般的に多節の日本海側では、千島笹、熊笹、千牧笹が小説の太平洋側では、鈴竹や小型の宮古笹が、その位置を占める。 総称としての熊笹、大菩薩峠、2008年5月撮影用の熊鳥をめでて、庭園や公園に栽培されることもある。葉の部分は、爽やかな香りと、さっぱりした味があり、飲料用、薬用などに利用される。笹の葉には、優れた抗菌作用、防腐作用があるため、昔から笹寿司や、ちまき、日本料理に使われている。旧飛騨国では、 熊笹の実がノムギと呼ばれ、のむぎ峠という地名もある。共作の年にはその実を食べて、飢えをしのいだという。胃炎、口内炎に効果があるとされ、ビタミン K が多く含まれていることから、歯周病予防、口内炎に予防、口臭予防に良いとも言われている。ビタミン、ミネラルなどの栄養素がバランスよく含まれており、漢方では万病に効く薬草として扱われている。 葉を薬用するときは収穫はいつでもよく、採集したら細かく刻んで天日干しする。一般に見られる血巻笹なども同様に薬用にできる。乾燥した葉をフライパンや鍋などで煎ってから、煎じて健康茶として飲まれたり、エキスが健康食品として市販されている。これは高血圧、糖尿病などに効果があるとされるが、人に対する、 有効性について信頼できるデータはないようである。クマザサの葉を八ク葉という生薬名で言うこともある。民間療法で1回2 0ムほどの新鮮な葉をミキサーで砕いて青汁を作って1日2回服用する用法も知られている。胃腸の熱を冷ます薬草効果があるため胃腸の冷えやすい人や妊婦には使用禁忌だと言われている。クマザサと書かれることがあるが これはご用である。ありがとうございます。